続いて、これね、朝食の話。はい、どうぞ。なんかね、あの、シンガポールの、で、なんかこう、結構人気なカフェがあって、はい。それがなんだっけ、あの、何トーストだっけね、何トースト。カヤトースト？あ、そう、カヤトーストってのが人気のお店で、うん、これ行きたいって言って行ったんですよ。うん。で、うわー、全部美味しそうみたいな。めっちゃお腹空いてたから。空いてた。で、もうその日はさ、もう朝から、もう結構頑張りますよみたいな日だったわけだから。うん。もう全部食べたーみたいな感じで、うん、どうするどうするって、あの、二人で頑張って考えてたんだけど、スイちゃんあれも食べた。うん、ミコあれも食べた。うん、スイちゃんあれも食べた。みたいな感じで、うん、決まんなかったんだよね。本当に決まらなかった、うん、1個に絞れなかったから、うん、じゃあこれを半分こにしようみたいな、うん、全部買って半分こで食べようって言って、はい、うん、めっちゃ買ったんですね。ババーンババーン。え、もう本当にね、全部美味しそうだったの。なんか全部トーストなんだけど、うん、このなんだろう、半熟卵にディップして食べるトーストなんですよ、うん、そう、美味しそうで、で、みこちが食べたいって言ってたのがさ、ハムエッグチーズか。そう、ハムエッグチーズと、あとこのラーメンは2人とも食べたかったんだよね。そう、ラーメンはなんか日本食っぽいなと思って食べたくて。そう、で、スイちゃんがあのツナ玉、うん、ツナ玉が食べたくて、ツナマヨ卵のサンドイッチ頼んで、これを半分個ずつしようっつって食べてたんだけど。そう、いただきます。いただきます。かわいいイラスト。うん、ババ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 、すっごい勢いで食ってた。もう私が半分こにしたツナマヨを食べきる前に、うん、ほぼ食い切ってたぐらいには。遅いんだよ、スンちゃんが遅いんだよ。みこちゃんはね、もう噛んでない。噛んでる、もうもぐもぐごっくんだから。もぐもぐごっくん。スンちゃんはもぐ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 だけど、うん、いや、でも、なんか、エリちゃんも早かったの。そう、みんな早いから、やっぱスイちゃんが遅いんだって思ったもん。そう、私も、私がもしかして遅いのってなって、焦ったけど、でもエリちゃんが、いや、私も食べるの早い方なんで、多分私たちが早いんだと思います、みたいな。なるほどね。ってなって、ケフってみこちはなってて、はい。うん、スイちゃんはもう、お腹すぐいっぱいになっちゃって食べきれなくて、みこちにこれあげるこれあげるって全部押し付けて、そう、食べた。で、ほっぺに、カスをつけているみこちっていう。マジで卵だから、うん、トーストもだから全然気づかなかったんだよね、うん、でも ね、こんなイラストでね、可愛く描いてるけどさ、実際は結構もうベタベタってなってて、はい、もう見かねた、ベタベタ、そう、見かねた、なんか向かい側に座ってるマネちゃんがなんか濡れティッシュちゃんと持ってて、うん、それをもらって拭いた、うん、そうなの。あの、こうイラストではね、イメージとしてこうされてますけど、うん、私は一切拭きません。あ、そう、スイちゃんね、これはあのイメージでね、うん、あのフォルティアさんのイメージなんだけど、実際は冷たい目で見てました、こうやって。いや、実際本当に冷たい目で見てたかもしれない。こいつ口に周りに食べかすつきあがってみたいな。いっぱいついてるなって思いながらもぐもぐって。こいつ。エリちゃんが違います、反対側反対側、もうちょっとこっちですこっちですって言ってるのを見ながら。実際にはミコマネ定定まであったのこれね。そう、本当はミコマネ定定だったんだよこれ。東京猫ね、これあげる、みんなにあげるね、みんなあげるね、はい。で、続いて、はい、